いや今皆さんですね、なんか生け方に今まで推しの生け方にいろいろ貢いだのにもかかわらず何も理由もなくブロックされて、なんか和解したいんでポケカメさんお願いしますって相談来たんで、ポケカメさんこんにちは、この度は取り上げてほしいことがありご連絡させていただきました。お時間ある際にお願いいたします。私に1年前から応援している方がいるんですが、その方は普段からリペンという自発リプトをされていて、でも私は普段からあまりもらえず不満を心の中に抱いていたのですが、それは仕方ないことだと思っていて、どうしたら私にリペンもらえるだろうと考え、自分にできるお仕事を自分なりに毎日枠にも通うお茶箱なきリベントに行くにしてきたつもりでした。その中で数日前にその方のイベントがあり足を運びました。久しぶりに私にも来てくれてありがとうのリップ一つもらえたらいいなって期待していたのですが、その願いは叶うことはなく、他の方にはその後も自発に返し続けている様子を見て辛くなってしまったんです。どうしても私はリプもらえないんだろうと愚痴をこもった弱音ツイートを背中でしてしまいましたが、それが原因でおそらくブロックされてしまいました。ここまでまだ自分の欠点を理解できます。その後に裏で私のツイをバカにしたようにスクショして晒され、かつ追いついで私と分かってしまう分とともに愚痴ツイートされていたようです。それに対して他のリスナーがリプ編を送り、推しがリプ編をし、私はリプ編をもらっちゃったとの行動を見て煽られ、さすがに許せなかったです。というな言うならば、その方を住まいに他にも応援してくれた方がいて、そのことに対して他のお茶箱を投げるな、枠内で倒しじゃない子は好まない、いつ降りるんだ等のしつこい追求に耐えられず、自由を奪われていた状況で、形だけでも倒しを決め、ここまで時間をかけて尽くしてきたのに、こんな結末でブロックされて、この仕打ちは悔しいです。見返りを求めてしまった私が悪いし、でも私なりに勇気を出して気持ちを伝えたつもりでした。リスナーとしてできることを尽くしているの、だからそれなりに私にもファンサービスしてほしいって気持ちはおかしいことでしょうか。他リスナーに営業や兄方を巡りしている暇があるのであれば、私も少しは報われてもいいのではないと思っていけないことでしょうか。この活動者のせいで何年のも付き合いの友人も失い、もともと応援していた別のお仕事も書き乱され、今その方の配信だけが生きがいでずるずると依存しているという形です。このまま枠に行けないままお別れでは私としては納得できません。なんとか和解したのですが、助けていただけないでしょうかっていうね、DM が来たんですよ。もう今回はその被害者の方と、被害者っていうのか、今回その女の子とね話していきたいと思います。どうされたんですか。DM で長々と送ってしまったんですけど、まあ僕が読んだあの内容で間違いがないってことですかね。はい。つまりはどういうこと、悪口言われたことを謝罪してほしいのか、それとももうオチと仲直りしてもう一回お仕事させてほしいのかっていう話ですか。うん、どっちなの。謝罪してほしいのと、うん、仲直りして、うん、お仕事したい。でも悪口言われたのにお仕事する必要あんの。あの依存しちゃってて。こちらね、スバルくん。これね、まあ、前回かかりがありますね。この子はなんかなんだっけ、何かで炎上したんですよ、忘れちゃいましたけど。はい。でつい最近イベントしたと。最終的には仲直りしたいなって思って何で泣くんだよ。なんで泣くんだよ。泣くなよ。なあ、なんで泣くんだ。かやめて、俺が泣かしたみたいになっとるやんけ。やなんかこの女の子からいきなり DM 来てね。はい。なんかスバルくんのイベントに行ったりとかして、なんかいろいろお仕事してたんだって。はい。まあなんだけど、普段からリプ編とか もらえなくなって、で、はい、イベントにも行ったのに来てくれてありがとうねってリプ編すらなくて、はい、もう弱音を背中でツイートしたと。うんうんうん。そしたら、まあ、それが原因で多分ブロックされてしまいみたいな感じが来てたので、現にスバル君がサバーカと本若でこの女の子をブロックしたと。はい、はい。でその後になぜかこの女の子をバカにするようなツイートだったりスクショして晒したりとか、かつ追いついで、はい、この女の子と分かるような文面で愚痴ツイートしていたりとか、他のリスナーがその、はい、ツイートにリプを送って、君がリプ編をして、私はリプ編もらっちゃったって言ってスバルリスナーから煽られたりとか、さすがにここまでする必要はあるのかっていう相談が来たんですよ。はい、はいはい。でこれは事実なんですか。少しだけちょっと訂正があって、はいはいはい。そのリプを返したってのは、僕は自分の、ツイートに対するリプは基本返してるんですよ。うんうんうん。でその確かにちょっと愚痴みたいなことを書いてしまったんですけど、うん、それの対するリプっていうのは、その子がツイートしたリプじゃなくて、僕がツイートしたことに対してのリプを返したっていうもので、はい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 。であとちょっとこれ送って大丈夫ですかね。あ、DM で、はい。
お金をかけて時間作ってイベント行ってんのにお礼のサービスリプ編一つもないのはマジで理解できない。大手でもお礼来るのにどうなってんの。リスナーにここまで言わせてやるべきことしないお前の頭どうなってん。活動者向いてないマジで。俺なら自分のために来てくれた客にありがとうって言うしお前はどうなん。いやこれはちょっとひどいね。これはって言われて、おう、でもそっちがそうやったらもうこっちも言うわみたいな感じで、まあ言ってしまったって、まあその言ってしまったことは事実なんですけど、女の子これはちょっと君が悪くない。え、違うんですよ。何が。この文章に当たるまでに過程があって、はい、最初は敵のツイートをして、うん、次は敵の動画のツイートをして、うん、楽しかったねってツイートをして、うん、なんか白衣に合ってたよとかツイートして、うん、順々にツイートしてたんですけど、うん、私はもらえなくて、それでなんで返してくれないのって次にツイートして、うん、それもいいねで終わったから、私20日帰ってきてないからそんなにツイート興味ないかなって打って、うん、それも無視で、うん、私好きって伝えたくて毎日この背中使ってどうしてそれに答えてくれないの、うん、スバル君のためのアカウントだよってツイートして、それもいいねで終わって、最後にもう耐えられなくてこれツイートして、その言い渡された過程があって、あのじゃあリプ編いいねはもらってるけどリプ編もらえなかったから我慢の限界が来たってことですか。はい。え、それさ、いいねもらってる時点でよくね。だって他の子は普通の何気ないツイートにもじゃあツリップ着てたりしてて、私は何も何ツイートしても返してもらえなくて。じゃあなんでスバル君この子にリプ返しなかったんですか。そのチェキ会に関するツイートとかは別にリップ送ってなくて、うん、別に他の日常ツイートでこの子にも日常ツイートは別にリップはたまに送ってるんですけど、多分あの最後にしたのが12月の2日とかで、うん、で多分少なかったのかなって。え、リップ返してるじゃないですか女の子。だから20日間くらい私は帰ってこないのに他の子は帰ってきてて、かつアニカテ巡ったりする時間あるならリプの一言打つ時間があったんじゃないかなって。他の女の子にはリプ編してんのに私にはこんなくれないのっていうのは、え、この子よりリプ編多くしてた女の子はいるってこと。スバルくん、え、いやちょっと、いやしてる子はいるんですけど、うん、あのどれくらい多いかっていうのは体感で分かんないですね。え、てかさ、はいはい、あのこの子よりもリプ編できてない人もやっぱいますし、そうだよね、申し訳ないなと思うんですけど、あの他の人はね、この人はどうだろうってこう言われた時にこの人はどうだろうって見た人はもう10月30とかでした。てかさ、思うんだけど女の子ね、リプ編できてない子もいて、はい、他にはリプ編してる子がいて、で君自身が来なかった、で挙句の手にはリプ編来ない、俺も何もないって言って見返りを求めてこんな文面ツイートしてね、暴言吐いてその後ブロックされてね、配信者のスバル君からしたらこんな一人のリスナーに言われたら、まあ、それは腹立って、まあ、言い返す時もあるよ。だから普段のリプは帰ってこなくてもいいけど、うん、席会とかイベント行った日ぐらいは私も返してもらえるかなって思って、高いお金かけてフラスタも出していろいろ準備して。じゃあ女の子ね、見返り求めてんじゃん、その時点で。え、だからあのじゃあ私はいつもらえるんですかリプ。あのね、ポケリスもそうなんだけど、俺のリスナーもね、俺のためにツイートしてくれたりして、俺はそれを返したいからいいねしたりするの。でもツイートが反映されなかった子がいたりとかね、あのなんだっけ、ツイート見てもらえなかった子もいるわけ。でも誰一人文句言わないで、なんか、あ、今回はいいねもらえなかったけど次いいねもらおうとか、なんか私はいいねもらえなかった、お前何なんだとかもう言われたことないし。だからずっと我慢してて。え、だから我慢じゃないんだ。できる。え、お仕事、違う違う、君はお礼がもらえるのが当たり前っていう感覚やん。え、じゃあなんで他の子はもらえるのに私にはもらえないんですか。
え、とか単純に見逃してたとかじゃないの？スバル君もさっき言ってたじゃん。とかいいねは、いいねは来てて。え、いいねで満足できないですか？いいねしたらリプも返せよっていう。え、他の子にはいっぱい自発とかしてて。だ、お気になんでしょう。私はそういうイベントとかないといや、さらっとやめてくださいよ。もらえないから。え、スバル君それはどうなの？え、どういうこと？いいねしたのに、あ、いいねしたのに、なんでこの子にはリプ返しなかったの？なんか普通にリプ返、なんなんですかね、リプ返しようってならなかったっす。うん、別になんか嫌いとかじゃなくて。そうだよね、気分だよね。だってポケ画面もたまにあるよ。いいね来なかった、私オキラなのかなとか言ってるやついるけど、オキラだったり嫌いだったらそもそもブロックしてるから。ブロックされてない時点でオキラじゃないんだって、うん、嫌いじゃないんだって。で、君は考えすぎなんだよ。で、それで俺もらえなかったらお前どうなんとか、なんかそれ言われたらさ、スバル君も嫌な気持ちになるでしょ。千夜明かりそんなことつぶやかれて。しかも君さ、俺に送ってきた長文文面で、はい、なんだっけな、私がちょっとした弱音を愚痴吐いたんですって言ってくる。これちょっとした愚痴じゃないで、これだいぶな愚痴やで、これ。はい、うん、じゃあこういうイベントとか機会がなかったら、私みたいなちょっとオキラリスナーっていうんですか、そういう子はいつ返してもらえるんですか？いや、待って待って、オキラリスナーって決めつけてんのもやばいし。だ、オキラじゃないんだって。じゃあその返っそうね、考えすぎなんだよ。なんかさ、ポジティブに考えないの、もっと。スバル君今大変なんだ、言っちゃえばさ、イベントに来てくれる人が増えたね、イベントリベンジしてる、それほどスバル君が知名度が上がってきてるね、だから忙しくて返せない時もあるかもしれないっていうのあるわけじゃん。だから未だになんか、じゃあとりあえずスバル君いつ返すの？まあもうこうなってしまったんで、まあ、これからはもう極力返していこうかなって、まあいろんな人に、まあこの子だけじゃなく、まあ、いろんな人に返していこうかなって。え、っていうかさ、待って、あのさ、これ女の子攻めすぎって言ってる子いるけど、リプ返するのもいいねするのも反応してあげるのも全部自由やで。別にリスナーのためにやってるのはそう、でもそれは義務化してるわけじゃない。俺らは返したいな、ね、そういう時に返してるわけ、本当の感謝の気持ちをね。で、じゃあ私、え、まだ言いたいことがあるんですけどいいですか？あ、どうぞ。はい、ただ私が勝手にお仕事をして、その求める見返りを求めるだけだったら私が悪者じゃないですか。はい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 。でも私別に推しがいたんですよ。はい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 。で、その人はちゃんとイベント終わりに、うん、お礼っていうかありがとうっていう、いやだから伝えてくれたりして、それをそのタワクのその人に投げてるお茶のサポランとかをまた投げてたねとか言って、はい、折りさせて、折りさせたら、その折りさせた人のしてくれた分の見返りをしてするべきなんじゃないですか？はい、え、だから、だからその別の推しがくれてた分の監視してまでその折りさせたんだったら、その責任取って、そのするべき時にはイベントとか、その普段のツイートもらえなくても、誕生日とか、その1年だよとか、そういう時くらいくれてもいいんじゃないかなって。折り刺してたというか、スバル君が単押しの方がいいよっていう発言に対して、君が単押しの方がいいんだって言って、君が考えて降りたんじゃなくて？違います。スバル君、サポランまで見てきて、俺にはお茶投げてくれないとか、この人なんでフォローしてんの、ブロカイしてとか、コメントしてたらスクショ送られてきたり。そうなの、スバル君？いや、多分若かりし頃の痛手っていうか。あ、今はしてないけど昔してたってことね。そうですね。じゃあ、待ってな、じゃあスバル君はそういうことをさしてきたのに責任を取んないのかっていう発言に対してのちょっとあれなんですけど、その時点で君が
判断できたと思うんですよ。18ならばこの人やばいなと思ってなんか押すのやめようとか、それでも君はスバル君押したいと思ってその条件を飲んで押したわけですよね。だから幸せにしてくれるってその兄かてばっか巡ったりしてる時間があるなら今いる リスナーさん私以外にももしかしたらいるかもしれないけどもうちょっと見てくれてもいいんじゃないかなって思ってでもさ、だとしてもさちょっと求めすぎな感じするけどね俺からしたら。だって別にリプ編しようがアニカテ巡ろうが全部スバルクの自由なわけじゃん。君がそれを制限する権利あるのかなと思っちゃうけど。私の昔してたお仕事とか制限されたじゃないですか、うんうん、でもそれは強制じゃないじゃん。言っちゃえばこういうの嫌だなーってスバル君が送ってんじゃん、嫌なんだなーと思ってあなたが辞めたわけでしょ。じゃあ強制的にアカウントスバル君が削除させたとかそれならわかるんだけど、別にそうじゃないじゃん。スバル君は提案というか嫌だなーみたいなニュアンスを君の送ったわけ。いつ消すのみたいな。え、その時にいや消さないよ、いつ端押ししてくれるんですかみたいなずっと言われたら、え、だから端押しするしないは君の判断でできたわけでしょ。で君は好きだから端押しにしたわけでしょ。それでなんか私に他の推しを下ろされた、私の他の推しをあなたを下ろさせたんだから責任取れっていうのはちょっと暴論な気がするけどな。でも私他の推しのこともすごい大好きだったんです、同じくらいなのに、うん、俺の方は全然好きじゃないとか。え、だから他の推しが好きなのにスバル君を選んだのは君でしょ。そうだよね。じゃあ自己責任じゃね。降りさせてくれなくて、降りさせてくれなくて、いやブロックしたじゃん。だからもう降ろすきっかけできてるやん。いやサポートもそうなったことが前にもなんかあって。え、スバルくんさサポート外したんですよ。はいはい、はいはい、そしたらなんか追加する上に問い合わせしていますが戻ってきたみたいな。ん、そんなこと送ったの。え、だってもったいなくないですか。今まで応援してくれて、でもなんかその一時の感情で今まで積み重ねてたものがバッて消えるのってもったいないですか。だからいやそんなせずにこうまず問い合わせって。でも消えてしまったらあの水の泡じゃないですか。だってもう何年近く押してて、だからそれで言いました。あー、まあそれは君が決めることじゃないな。それはだって女の子が降りたいと思った、一時の感情でも降りたいと思ったなら、それは女の子が降りたいと思ってサボタートしたわけだから、もう君がもったいないから戻ってこいよは別に君が決めれる 話じゃないからね。まあそれはどっちもどっちやな、はい、まあそうなんだけど、でも今回もスバル君君のことブロックしたじゃん。君さ俺にもう一つの相談あったよね、推しと仲直りしたいっていう。はい。それは別に今回しなくていいんじゃないの。やっぱり仕事終わった時にうん配信ないと辛いから。え、いやいやいや、降りさせてくれないって発言とか辛いんでしょ。じゃあ今回ブロックっていうきっかけもらったんだから降りた方がいいんじゃない。いや降りれない。いやいや、好きだから。それさ、じゃあスバル君が降りさせてくれないって発言もそれ君が悪いになっちゃうよ。君が降りようとしてないんじゃないの。その時は本当に降りようとしてて、また月日が経っちゃって1年、その降りようと思った時は半年とかだったから、あのあれだったけど、なんか1年超えたらなんか自分が貢いできたお金とか時間とか思い出とか楽しかった思い出も辛かった思い出も頭がモヤモヤしちゃって。スバル君も降りた人を手放したくないってのは分かるんだけど、なんかそれやっちゃうとやっぱメンヘラ製造機になるんですよ。分かります。はい、はい、降りた子に対して降りないでとか言ったら、あーこの人は私のこと求めてるんだ好きーって女の子はなって、おまた繰り返す なっちゃうからね。去るもの追わず来るもの拒まずね、はい、もう去るものはもうほっときましょう。新しく来る人をやりましょうちゃんと。
の方がいいと思うんだよね、はい、まあそれは自由だけど、やり方はスバル君の。はい、うん、で現にさ一回止めちゃったからメンヘラ化しちゃってんじゃんこの女の子もさ。はい、こうやって暴走しちゃってるわけだからさ、今話聞いてた感じなんかもう見返り求める前提で話してたし、うん、うん、で女の子はどうすんの？仲間無理して背負ってしたい。いや俺は繰り返すと思うけどな、スバル君。いや俺はねループすると思うよ。いや女の子ね、うん、ループするで、うん、絶対に絶対にもうこれぶっちゃけ降りるきっかけやと思う、これが。うん、じゃあもうしない？しない。じゃあもうここもう今6000人ぐらいいる近くの前で約束してほしい、もうそういうことしないって。はい、ブロック解除してほしい。あ、しました。もうこれはいい、スバル君が決めたことだから、ポケリスが文句言える立場ではない。お前らが文句言える立場じゃないから。女の子もスバル君もありがとうね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ女の子もねちょっと心の余裕もと。はい、うん、例えば他の子にリプに来ても次は私が来るかもしれない。何事もやっぱポジティブに考えることって大事だと思うんで、今回嫌なことあったけど次はいいことあるかもしれない、はい、ね、次はもっといいリプ編もらえるかもしれないっていう考えを持ちながらお仕事するとちょっと楽かもしれないですね。わかりました。はい、あとね、推しが見える線垢で愚痴吐くよりかは、あの裏垢とかで愚痴吐いた方が推しも不可にならないんでね、推しを不可にさせる線垢って意味ないじゃないですか。はい、はい、推しを不可にさせる線垢は僕は線垢じゃないと思ってるんで、はい、だったら線垢じゃないところでつぶやいてくれって僕ら思ってるんで、そこら辺も気をつけてお仕事していきましょう。はい、はい、じゃあ今回ありがとうございました。これがガチ恋の末路です。